こんにちは。修士なのに毎日投稿しているシュウマイです。今回は福島県にある大内宿を紹介します。江戸時代の街並みを残す宿場町に興味がある方はぜひご覧ください。大内宿は福島県を代表する観光名所です。秋と冬がベストシーズンですが、初夏の平日でもたくさんの人が観光に訪れていました。かやぶき屋根の民家が数百メートルにわたって立ち並ぶ光景は日本独特の景観ですね。ネギで食べるそばが有名ですが、私はネギが食べ物の中で一番嫌いなので遠慮しておきます。民家を一望できる展望所へ来ました。圧巻の光景です。夜のライトアップや雪景色による神秘的な光景も見てみたいものです。問屋本陣を再建した跡地があったので入ってみました。建物内には江戸時代の面影が残る部屋が複数あり、まさしく日本を感じられるような展示館になっています。まあ飲食等で建物の中に入るのであればわざわざ来る必要はないかなというふうに思います。一応館内2階の景色が良かったのでおすすめをしておきます。長野の妻籠宿、岐阜の馬込宿と並ぶ日本を代表する宿場町です。原風景を眺めてゆったりしたい方はぜひ一度訪れてみてください。以上で紹介を終わります。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければ他の動画もご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。